夜空で3番目に明るいものは何だか知っていますか？ ISS 国際宇宙ステーションと言われた方、ご名答。何がクールかって、国際宇宙ステーションが上空を通過するたびにメールで通知してくれるサービスがあるんです。夜間なら肉眼で見ることができるんですよ。ただし見たければ通知を受信後急いでください。国際宇宙ステーションは超高速で移動していますからね。秒速8キロで移動し、90分で地球を一周します。これは月まで1日で往復できるスピードなんです。ところで、人類が作った最速の物体は ISS ではありません。最速を誇るのは金星と太陽を時速約6万9200キロで周回するパーカーソーラープローブ。 ISS に滞在している宇宙飛行士は24時間に16回日の出と日の入りを見ています。国際宇宙ステーションはまさに記録破りの存在。これは宇宙最大の人工物で、長さは110メートル。この大きさはサッカー場に匹敵し、重さも約450トンになります。これだけ大きいので、 ISS には8機の宇宙船が同時にドッキング可能。 ISS の作業・居住スペースは 6LDK の家よりも広く、寝室が6部屋、ジム・バスルームが2つ、そして360度美しい景色を楽しめる窓が備わっています。もしあなたが国際宇宙ステーションの宇宙飛行士になったら、どんな生活を送ることになるのか想像してみましょう。宇宙ステーションではいろんなクールな体験ができます。例えばブーメランで遊ぶこと。ある宇宙飛行士が国際宇宙ステーションの中でブーメランを投げるとちゃんと戻ってきたとか。空気さえあれば無重力状態でもいろんな楽しみ方がありそうですね。ISS では嫌な匂いに悩まされることはありません。宇宙飛行士が宇宙に持っていくものは全て特別な訓練を受けた人が匂いを嗅いでチェックしています。これは不快な匂いから宇宙飛行士を守るため。 ISS 内部の匂いが好きじゃなくても換気できませんからね。だから NASA では国際宇宙ステーションに持ち込まれる匂いに気を張っているのです。服は着用するたびに洗濯などせず処分されています。500グラムの荷物を国際宇宙ステーションに持っていくには1万ドル以上かかります。だから洗濯で水を浪費するよりも、汚れたら捨てる方がローコストというわけ。睡眠中、周囲の空気の流れはとても良いはず。もし吐き出した二酸化炭素が頭の周りに溜まると酸素不足になりますからね。さて、国際宇宙ステーションではどのようなことが行われているのでしょう。宇宙に関する研究でしょう。ISS に滞在する宇宙飛行士は、将来の宇宙旅行の可能性を探るだけでなく、あらゆる研究を行い、微小重力が人体に与える影響を探っています。微小重力といえば、宇宙は無重力空間だとよく思われていますよね。だから、国際宇宙ステーションでも宇宙飛行士は無重力状態なのだと。実はそれは正確ではありません。重力は宇宙に存在する最も重要な力の一つです。重力があるおかげで、月は地球の周りを回り、太陽は私たちの住む天の川銀河にとどまっています。ISS に滞在する宇宙飛行士にかかる重力は強くはありませんが、弱い微小重力はかかっています。国際宇宙ステーションで働く重力そのものは地球表面の 10-12% 弱い程度です。しかし、宇宙飛行士は常に自由落下状態にあります。宇宙船も、中にいる宇宙飛行士も、中にあるものもすべて、下ではなく前方に落ち続けていながら、地球の周りを一定の軌道で回っています。すべてが自由落下しているため、宇宙飛行士も船内のものも浮いているように見えるのです。宇宙飛行士は何百キロもの重さのものを指先で動かすことができるのも、それが理由。微小重力は無重力と呼ばれがちですが、両者は全く別物です。ここで話題を変えましょう。 ISS に飛び立つ宇宙飛行士は鮮やかなオレンジ色の宇宙服を着ていますね。この色はインターナショナルオレンジと呼ばれ、東京タワーやサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジの塗装と同じ色。しかし、広大な宇宙空間に到達するとオレンジ色から真っ白な宇宙服に着替えています。オレンジ色の宇宙服には、宇宙船の打ち上げや着陸の際に何か問題が起きた時に宇宙飛行士がサバイバルするための装備があります。
標準のパンプキンスーツには照明弾、薬、サバイバル用品、無線、パラシュートなどが備わっています。一方、白くてごつい宇宙服は船外活動用で、オレンジ色の宇宙服とは用途が全く異なります。宇宙飛行士は宇宙空間で活動する際は、こちらの白い宇宙服を着用します。宇宙空間での極端な高温や真空に近い環境などの危険から宇宙飛行士を保護してくれます。またこれを着ていれば、スペースデブリからも守ってくれます。ちなみに、宇宙服を着用中に鼻をかむ必要に駆られたら、ヘルメットの内側にあるマジックテープのパッチを使用することになります。また、無重力空間で宇宙服を着ている時に厄介なのがくしゃみ。宇宙遊泳中にどうしてもくしゃみがしたくなったら、頭を下に向けて胸元に向かってしなければなりません。ヘルメットにはワイパーがついていませんからね。宇宙空間で見られる不規則な光の点滅、これは幻覚ではありません。宇宙船が視神経に当たると、そのような現象が起こるのです。地球では磁気圏が宇宙船からのバリアーの役割を果たしてくれるので、このような閃光を見ることはありません。宇宙へ飛び立つ前に水中訓練をしますが、これは無重力状態を再現するため。しかし、水中での環境は実際の宇宙空間とは似ても似つかないもの。この訓練の主な目的は、将来の宇宙飛行士が極限環境にどう対処できるかを確認することなのです。宇宙到着後、宇宙酔いするかもしれません。宇宙飛行士の約 50-75% がめまい、頭痛、吐き気、疲労感など非常に不快な症状を経験します。幸い、72時間以内には正常に戻ることがほとんどです。宇宙飛行士になるためには、非常に厳しい選抜プロセスに残らなければなりません。 NASA によると、6000人の応募者に対して選抜されるのはたったの8人。そして選考プロセス自体、約1年半要します。宇宙飛行士になって宇宙に飛び立ったとして、ミッション中にホームシックになって泣いたとしても、涙は流れ落ちません。水の表面張力によって涙は目の周りにたまるでしょう。眠るときは必ず何かに体を固定しなくてはいけません。そうしておかないと、眠りについた場所から体が浮き上がってしまうから、硬いものなどにぶつかる危険もあります。だから宇宙飛行士は通常、寝室にある寝袋の中で就寝します。また微小重力下では、シャワーの浴び方にもコツが必要。シャワー一つとっても簡単なことではないんです。宇宙飛行士は水が浮かばないように、密閉された円筒の中でシャワーを浴びます。洗い流さなくていいシャンプーを使い、水をかけて石鹸を洗い流し、最後に真空ホースで体に残った水を中に吸い込みます。食生活の変化にも慣れる必要がありますね。食事は1日3食で、この点は変わりありません。しかし、座って食事を楽しむことはできません。食事は浮きながら済ませます。また食べるものも変わり、ほとんどが脱水加工された食品や缶詰。食べ方も要注意で、食べ物が逃げないように細心の注意を払わなければいけません。早食いするのは無理そうですね。さて、髪が伸びたらどうしましょう。 ISS には半年以上滞在しますから、気になりますね。掃除機のようなものがついた特殊なバリカンを使ってさっぱりするようですよ。